はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、国立大学に通う大学1年生で、夜のお店、要は風俗で働いている女の子を救った話をちょっとしたいと思います。これ何かって言いますと、これの動画を撮っているのがですね、今2019年の1月なんですけども、去年2018年の12月にですね、ちょっと友達とか知り合いとか、みんなでご飯食べたりしてたんですよ。そしたらそこに、その友達の友達みたいな感じでやってきた女の子が、今年大学1年生、今大学1年生でもう19歳の女の子で、で2019年の4月から大学2年生になる女の子が来たんですよ。でその女の子の外見としてはちょっとぽっちゃりめで、であんまり、ちょっと言っちゃ悪いですけど、あんまり可愛くない、ほんとごくごく普通の女の子ですね。で、そこではみんなで喋ってるうちに、そのことを割と僕は喋るようになって、いろいろとね、いろんなこと話したんですよ。で、いろいろ話してた結果、その子が今分かったこととしては国立大学に通ってると。で、ちなみに言っときますけど、これ知らない人のために言っときますけど、大学っていうのは私立の大学と国立の大学っていうのがあって、国立の大学っていうのは入るのがめちゃくちゃ難しいんですけど、学費が結構安めなんですよ。対して私立の大学っていうのはやっぱり国立より入りやすい分、もうこの学費がめちゃくちゃ高いっていうところなんですね。で、その女の子はなんか聞いたところによると、その家的にあんまりその私立に行かせる余裕がないから、大学に行くんだったら国立に行ってねって言われてたらしいんですね。で、その女の子は一生懸命こう塾とかも行って勉強して国立大学に受かりました。で、さらに言うと、これ大学生って結構ね、これね、家にもよるんですけど、親に車を大学生になった時に買ってもらえるパターン、もしくはお下がりをもらえるパターン、もしくは自分でちゃんと買いなさいよっていうパターン、大体この3パターンに分かれるんですよ。ちなみに僕ん家の場合は、経済的なところで自分で買えって言われたタイプなんですけどね。で、その女の子もいわゆる買うんだったら自分で買いなさいよって言われたパターンで、聞いたところによると、1回車はその親がお金を出して買ってくれて、そのお金に関しては親に毎月返済してるっていう状況らしいんですね。だから言ってみたら、結構だから僕もそれ聞いて、結構うわ、なんか親孝行してる子供だなって思ったんですよ。だってね、実際もね、私立の大学行って学費何百万全部出してもらって、車も100万円くらいのやつ買ってもらってみたいな大学生って正直ザラにいますから、そういう中で言うと、わーなんか頑張ってる女の子だなーなんて、僕はなんかちょっと勝手にね、なんか好感じゃないですけど、いや、いい子だなこの子はなんて思ったりしてたんですよ。で、とはいえ、そのさっき言ったその車のお金を返したりとか、ね、他にもこう大学での交友費とかいろいろかかるから、じゃあどうしてんのって聞いたら、バイトでなんか風俗してるって言い出したんですよね。風俗いわゆる夜のお店ですよ。で、その言っちゃなんですけど、あんまり可愛くはないんですよ。だから、そこをね、あんまりどのくらいまでつついていいのかなと思ったんですけど、でもこう、なんて言うんでしょうね、デリカシーあるように、そう、遠巻きというか遠回しにね、ちょこちょこいろいろ聞いてったら、その子も僕に心を許してくれたかしんないんですけど、結構突っ込んだことまで教えてくれたんですよね。それは何かっていうと、その女の子はそういう風に風俗で働くようになったと、親に内緒で、そのね、お金を稼ぐために。ただそのやっぱりその普通にね、バイトするとやっぱりその時給なんて安いから、どうせだったらもう早く車のお金とかも返したいからってことで風俗を始めたと。で、ただその女の子は言ってもちょっとぽっちゃり気味だから、いわゆるそのぽっちゃり経営専門風俗みたいなのがあるんですよ。なんかデブ船が行くようなね。で、そこで勤めてるらしいんですけど、そういうところってやっぱり、これは僕も知ってることなんですけど、結構そのね、言っちゃなんですけど、お給料が低めだったりするんですよね。やっぱり風俗店っていうのは正直お店によってランクがあって、いわゆるもうモデルさんみたいな、めちゃくちゃスタイルが良くて顔もちっちゃくてみたいな子ばっかりが在籍してるようなとこっていうのはめちゃくちゃ高いんですよ。で、対してそういうとこっていうのは、ちょっと安めというか感じなんですね。で、その女の子に、そこまで聞いちゃったんですけど、そのお店っていうのは大体1時間でこんくらいのお金だよと。で、さらにこんくらいもらえるけども、このうちの半分以上は店が持ってっから、実質これくらいだと1時間、だから言ってみたら、そのね、よくわからん汚ね親父とね、そんなことホテルで19歳の女の子がしてこれくらいみたいな。もちろん普通にバイトするのに比べたら全然高いんですけど、でもだとしてもちょっとこれはみたいな自覚だったんですよ。で、僕がそれ聞いて、それちょっと大変っていうか、なんかなって思ったんで、そうだって思って、なんとかちゃんは
なんか国立大学に行ってるんでしょって、だったら塾とか家庭教師したらいいよっていう風に勧めたんですよ。したらその女の子はあんまりその考えはなかったみたいで、それってどんくらいの給料なんですかって言ったんで、僕が、まあ、その一応塾業界のことは僕塾で働いてるの分かってるんで教えてあげたんですね。まあ、いわゆるその、大学生とかが、塾講師やる場合ってぶっちゃけほぼほぼですよ、ほぼほぼ大学のランクでお金って決まったりするんですよ、うん。いわゆるその誰もが知ってる有名校みたいなところで入るためにはそういう学歴が必要だったりとか、もしくはその入る時のテストだったりとか、もういろんなことが必要なんですけど、特に大事なのがやっぱ学歴なんですよね。学歴でマジで時給っていうのはリアルに2倍から3倍くらい変わることっていうのは正直ザラにあります。でもっと言うと、いわゆる東大とか超いい大学に通ってる人っていうのは家庭教師とかでもう 塾講師、僕みたいな社員なんかよりも時給に換算したらもっともらえるくらいのお金を稼いでたりするわけですよ。だからその女の子は僕の、まあ、今住んでる県の中にある、まあ、いわゆる県の中にあるその国立の大学にね通ってたんで、あ、じゃあ絶対に塾講師か家庭教師やったらかなり稼げるよと。で実際に例えばでだけど、ああいうとこのね校舎行ったら大体これくらいのお金、90分の授業でもらえるよとか教えてあげたんですよ、うん。そしたら、そんなもらえるんですかみたいな、その子もあんまり知らなかったみたいで、うん。でもその子も、でもそれってどうなんですか、試験とかって簡単なんですか、難しくないですかとか言うんですけど、それに関しても僕が、あ、それはあくまでぶっちゃけさっきも言ったように形式的なものだから、テストなんて正直学歴でほぼほぼ取ってくれるよ、その国立のそのなんとか大学に行ってるんだったら、当日のテストが本当にとんでもないくらいできないっていうパターン以外だったらその学歴だけで必ず取ってくれるから、もう俺はその風俗やるよりもそっちに行った方がいいよっていうふうに勧めたんですよね、うん。そしたらその結果、その女の子も、あ、そうなんですか、じゃあちょっと検討してみますって言ってね。でその日は別れたっていうか、まあみんな解散になったんですよ。で LINE も交換してたんですけど、後日ちょっと聞いたところによると、僕の県内の中にある県内では誰しもが知ってる超有名校があるんですけど、まあ他の県にもあるのかな、の有名校の、塾講師に受かったみたいです。うん、よかったです、よかったよかった。で風俗はやめたみたいです。でちなみにですけど、その塾講師の90分でもらえるお金があるんですね。その、国立大学で、に、今在籍しているその女の子がもらえる90分でもらえるお金の、そうですね、大体2時間に換算した分のお金ですねが、その、お客さんを1人、そういうさっき言ったプレイですねした場合よりも多いってことですね、うん。ってなるとやっぱそっちの方がいいですよね。1時間ようわからんおっさんとそういうことするのと、2時間子供に勉強を教えるので、こっちの方がお給料高いんだったらこっちやった方がいいですもんね、やっぱり、うん。まあそんなわけでですね、その女の子はめでたくな、僕のおすすめもあって塾業界にね、この度入ったわけですから、これでねちょっとガンガン稼いで車代も返してもらえたらなって思いますね。まあ、ただ思うのが、そこでねその先生に教わってる中学生男子とか、まさかこの先生がつい最近まで風俗に働いてたなんて思いもしないんだろうなっていう風にね思うと、ちょっとなんかこうなんていうんですか、男子心と言いますか、それを考えるとちょっとねなんか興奮するというかね、なんかこうワクワクしちゃう話ですけどね。まあ男、まあ、男子中学生くらいからするとね、そういう気持ちですよ。まさか知らんだろうなっていう、で知ったらめちゃくちゃドキドキするんだろうなみたいな、あ、この人が風俗で働いてたのかみたいなね、はい、なんか好きになってきたみたいなね、なんか興奮してきたみたいな、うん。まあそんなもんですから男子中高生っていうのは、はい。まあそんなわけですね。そんなことがあったという話です。ではですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございます。